今日は冬型の気圧配置が緩んできています。ただ雪下ろしなどには注意が必要です。今現在の皆さんからいただいた天気の報告を見ますと、太平洋側は晴れているところ多いんですが、日本海側、北陸などを中心に雨の報告が目立っています。今山形県などでは、ね、雨比較的強めに降っているところもある状況です。では現在の積雪の状況です。はい、こちらアメダスによる、現在の、雪の状況なんですが、北海道はほぼ、全域で、そしてその他日本海側を中心に、雪が、かなり積もっている状況なんです。この黄色などは、こちら150センチ以上の、積雪になっています。この時期としては、日本海側の、雪としても平年に比べるとかなり多くなっているところもあります。平年の2倍以上の、積雪を記録しているようなところもあるんですね。雪下ろしなどが、今日明日など、タイミング的にはちょうどいいんですが、注意していただきたい点があります。こちら、雪下ろしの注意点、まとめてみました。どれも、大切なんですが、今回の、雪に対してもう一つ注意点があります。というのも湿った雪が、各地で積もっているということなんですね。また、今日は雨が降っているところもあります。雪が普段よりも見かけ以上に重くなっています。そういった点、非常に注意して、作業などを進めてください。また落雪などの恐れもありますので、十分に注意してください。詳しい予報はウェザーニュースアプリでご確認ください。